イナズマがタトラの上を走り去りはスロバキアの国家である。ハンガリー王国の支配下にあってブラチスラバの福音ルーテル会館ではスロバキア民族運動の中心的立場にあった知識人活動家リュドビート・シュテュールのもとで若い学生たちが学んでいた。ハンガリー当局によってシュテュールがその職を追われると1 8 4四年学生たちはレボチャに向けて 抗議の更新を行った。この抗議運動の中で、イ妻ズマが、タトラの上を走り去りは誕生した。ヤンコマトゥーシカがスロバキアとポーランド国境にそびえるとトラ山脈を題材に作し、メロディーは、スロバキアミニオーの、彼女は小さな井戸を掘ったから取られた。この曲は1848年から1849年にかけてのスロバキア解放運動に参加した。 義勇兵らの間で人気を博し、1851年に出版された。1918年のオーストリア・ハンガリー帝国崩壊を受けて、チェコスロバキア共和国が成立、1920年に第一節がチェコスロバキアの国家の一部となった。これはチェコの国家である我が家どこやの第一節に続けて歌われた。1993年、 スロバキアが、平和裏にチェコとの連邦関係を解消、独立すると、最初の二節が国家として定められた。タトラ山脈、などタトルーサブライスカラミーディボビジュー、ザスタベムイヒブロティア、ベドサオニーストロティアスローバチオジージュツースラベンスコネイズポージールテビルドスパロエール、ブレスキーロームブスバーズジューホー、ケイトムアビーサプリーブロロ、イナズマが、タトラの上を走り去り、 雷鳴がとどろく、いざこれを沈めん。兄弟よ彼らが消え去りしとき、スロバキア人はよみがえる。長きに眠りし我らが、スロバキアよ、稲妻の音が鳴り響きこの地を震わすとき目覚めを告げる。ありがとうございます。